あ初見のホビットいやごめんなちょっと今日初見のハゲを求めててさホビットは今日は大丈夫なんやなお初めてタヌカの配信を見に来た予想以上に可愛くてなんかうおーってなってるやつ現役グラビアアイドルなんですけど投げ銭しときますもしよかったらいやいやいやーああっさつがちいかわ <laughs> が爆死する <laughs> 終わり <laughs> さんたぬかに切れてる動画見ましたかえ、なんであの <laughs>、顎出す芸が一緒だからパクったって言って切れてるとかえ、知らんけど全然 <laughs> あの人も顎売りだろあんたしも結構顎売りやからさ多分キャラかぶりで怒ってんじゃん知らんけどお疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様ですハゲが来ましたいや、ちょっとですねちょっと今日、ハゲガチ朗報なんでちょっと配信に潜んでるハゲはちょっと今、声を大きめにしといてな もう、ありがとう。そう。あ、はい、じゃ今日ですね、ちょっとハゲの方は、ちょっと声大きめに出しといてくださいね。僕ハゲですって言っていっぱい書いておってなで。で、ハゲって言ってもまあいろんなレベルがあると思うんですけど、皆さんどれくらいのハゲレベルですかねで、ちょっと待ってな。で、ちょっと今求めてるハゲレベルをちょっと言いますね。求めてるハゲレベルが、 求めてるハゲ。諦めきれないハゲ。一言言いますとこんな感じです。30代男、独身で持てない。人生を変えたい。お金はあまりない。見た目トレンディエンジェルの斎藤さんみたいなハゲを求めてるんですけど。いますお、これ大丈夫。はい。ハゲ、じゃあ、あの、ハゲてあげて、その、今日、ちょっと待って、鼻毛カッターしたけんさ、鼻かゆいんよな。細かい鼻毛が、いっぱい入ってる。え、そこまでのハゲいますちょっと待って。こんなハゲなんえ、いますちょっと植毛の案件、案件というか、私あのさ、 まあ知らん人おったらちょっと、まあ、リマインドで言っとくんやけどあのハゲのクリニックで働いてんのね今、はい、あハゲてないもん丸刈、ま、りねまあ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 丸刈、ま、りとかはまあいいよ全然そう私は,は、まあ、ハゲのクリニックで働いてるんやけどまあそこで今の植毛をやっててさあのお金取らへんからそういうなんか結構もう諦めきれないハゲを田中さん連れてきてくれたら僕はあのタダでやるんで探してくだてくださいって言われたのね どうですかでも、その、そうだよね。結構なハゲやね、もう。薄くなってきたとかじゃなくて、まあ、ああの、斎藤さんレベルやから、まあ、ガチでハゲ。で、ハゲさえ治れば、う、う、畜生、畜生、みたいなハゲを求めてる。ハゲですね。ええー、とですね、そ、その代わり、まあまあ、ちょっと条件というのは、まあ、4日くらい休みが取れて、 一時的に坊主も可能。で、顔が公開できて、パスポートを持ってるハゲですね。そうそう、宣伝動画にします。その代わり、まあ、え、でもさ、まあ聞いてな。整形とかもさ、なんかモニターでやってる、まあインフルエンサーとかおるやん。まあ、あんなん顔出して、なんか嫌じゃないんかなとか思うやん。けどさ、ああいうんってさ、何百万でかかるわけよ。それをタダでさせてもらえるんだったらもう顔でも何でも出してますよっていうのはまあ女でも男でもおるわけな。じゃあなぜ、 なぜ、え、パスポートがいるのか。そう。日本で職毛をやると、クソ高いんですよ、まだ。日本はね、そんなメジャーじゃないから。日本で職毛をやろうと思ったら、まあ、500、600、じゃあ、期間ぐらいかかると思ってくださいね。あ、たい焼き中、嘘はありだと。そうなんですよ。で、それで、あれコメント本前出てないわ。ごめん。いや、これちょっとミスってるだけですね。言われるまでお、気づいてなかった。え、で、そうそう、紙の話してるんですけど、どうっすかえ、なんかさ、まあ、海外に、まあ、4日くらい休み取って行けて、 で、ま、あ一時的にハゲにしてもいけて、で、顔も公開できる、メンタル強めハゲ <laughs> メンタル強めの結構なハゲおる。料費も全部ただ、ただです。で、さらに、ハゲ治療終わった後に、ヤモト長が、あの、美容医療、ま、あボトとかヒアルあたりももう無料でやりますって言ってくれてる。そこあれへんはもう、サービス。サービスって言ってくれてます。い私は行きませんよ。 でもこれをその SNS で募集するとさ、まあ、エグい数来るし、まあ、なんていうかそのやっぱりタダでやりたいだけの、その、私とも何の縁もゆかりもないさ、やつが来ても思んないで。だから SNS で広告は一回やめてくださいっていうことで、配信でちょっとおもろそうな、こう、自分を変えたいハゲを、こう、救済するっていう措置をやりたいんですけど、いますい案件とかじゃなくて、私別にそこで働きよけん。まあ、怪しいとかはない別に。まあ、怪しいとかはない。だからなんか怖かったら別に私言いてくれたりし、私働きようとかやけんな。できたら30 10代でクソハゲがいいなまあだからまあほんにその私のことを愛してるまでいかんでもいいけど私の配信に集ってるようなハゲがいいかなっていうその冗談を冗談で済ませてくれるハゲかなだからまあそのいやほんまにハ,ハゲって言うなハゲって言うなわあみたいなガチコンプハゲはちょっとまあやっぱネットとかにさ顔出されるの嫌だろうだそういうハゲじゃなくてなんか俺ハゲなんだけどさーって言えるハゲかな、まあ、別にそのまあまあ好きではなくていいんよただ なんかさ、私に全く興味ないのに、なんか、えただでハゲ治るってほんますかみたいに来る古事記のハゲは別にいらんかな。だから、私の配信に集ってて、私に理解がある上でハゲを治したいみたいなハゲがいい。ホビーで M 字ハゲの30後半。M 字 !M 字くらいだと厳しいかな。斎藤さんレベルでおらへん。え、意外とおらんのもっとハゲです。ミノキシジルとフィナステイドの出直し直ったんか。なん、直ったんわかん。今もうほんまに終わってるくらいのハゲがいい。 DM にハゲ頭送って判断までいいよ。じゃあ、あの、これはいけますかっていうハゲを送ってくれたら、審査する。なんか意外とハゲおらんのそう、顔、え、配信で顔出しできるハゲいや、配信で顔出しできるハゲだったらもう職申し上げるって話。ただでな。何百万とかかかるやつやな。だ、でも、まあ、先生が今始めたばっかやから、モニターとしてちょっと何人かやりたいなって言って確かにハゲおらんのよな。でトルコです。治療内容は、毛を植えます。なあ、みーちゃん。ハゲ嫌な。そうな。 ハゲのモニターブして、いや、おらんかな、でも。トルコで植毛する。いや、日本だと、約ちょっとな、あったらいけるやいうとか、まあないで。日本ではメジャーじゃないからな。持つちょっとか、職毛したら、その自分のなんか組織を植えるらしいから、から別に自分、普通の人の毛みたいになるらしいよ。トルコ行きて、旅行で、旅行じゃなくてハゲ直しやな、でも。なんか、植え、なんだ、植えるんはここら辺かななんか、ここら辺とかの毛を確か持ってくるとかだったような気がするけどな。はいはい、もう、みーちゃん何よ。はいはいはい。 そうそう、襟足の上から撮るらしいよ。なんか意外とおらんのか、配信には。ほな、いいや、じゃあ。別で探すわ。なんか別にその、なんか怪しいとか入れるのは割と心外かも。普通になんか、救済でできたらなと思っただけやしなあ。旅行はどうだろた行ける時間あるかどうか知らんで。31歳ハゲてるほんまにじゃああの、写真送ってみ。ハゲ診断してあげるわ。デスドラゴン、ありがとね。顔出しオッケーのハゲ。うーん、嫌なんかなんじゃあハゲのまま生きていけばいいんじゃない別に。 だから、金がなくてハゲは直したいけど、けど、まあか、金がないからできない。俺は神さえ生ったら人生変わるのにみたいなやつを救済してあげたかっただけやから。別に顔も出されへん、金もない、ハゲは直されへん、みたいなやつは別にもうどうでもいいや。人間はさ、何かを得るためには何か捨てなあかんからな。で、別にさ、有名なハゲになったところで何があかんの無名なハゲと有名なハゲってどっちがいいと思うしかも、有名なハゲになった後、ハゲ治るわけやん。あかんの、それって。 でもさ、え、だってさ、最近だって日本の女やってみんなさ、韓国でさ、わざわざ韓国行って整形するやん。なんでかって言ったら、韓国の方が安いから。まあ、病院がいっぱいあるからね。やっぱ男はもうなんかそこら辺もあんまりそこまでの気持ちがないんだろうな。ハゲは嫌やけど、そこまでするほどでもないっていうくらいなんか。ハゲなのに確かにあんまコンプレックスないんかもな。そもそも女に持ってゃないけんどうでもいいんかな。有名なハゲー。 まあでも、ゆ一瞬有名なハゲになって、その後もうハゲじゃなくなるから、ただの有名になれるやん。あかんのかそれは。いやでももう、あ、い,いやい,いや、なんて言うんだろう。まあ、おらんだったらおらんでいいし、いやでもなんか顔出すんとか怖いな、そういうの嫌だなっていうようなやつは別にもう救われんでいいよ。人間なんか戦闘、何も救われることなんてないからな。一生部屋の隅でハゲ取ったらいいと思うよ。 え、ほんで、あの、多分私的にはさ、この、やりたいですってハゲが多分いっぱい挙手するんじゃないかと思ってたわけよ。そう、干したら、そこで玉転がしで、そっから選ぼうと思ったんやけど、そもそもやりたくないんや。ちょっと意外やったな。女でさ、タダでさ、やるってなったらめちゃくちゃ狂うけどな、モニターとかな。まあ、い,いや、ハゲは集まらなかったんだね。顔出しがきつい。条件が厳しい。ハゲを出して。え、条件が厳しい。舐めとんマジで。お前、顔出しもせずなんでタダで何百万もの手術をしてもらえると思ってんの。舐めてるもしかして。 コンプレックス一つ克服すると本当に前向きな気持ちが出てくるので悩んでるなら一歩出てみるといいと思います。アクティブなハゲはここに来ない。配信いや、配信って言うか、先生がさ、モニターとして写真を使うんだと思うよ。こういう人からこういう風になりましたって、奨励でな。整形前のすっぴん顔出しが条件なら女性も二の足踏むんじゃないいやいや、踏む人あんまりおらんで。それでも、まあそらな、10万、20万の、まあ二重とかで出すのは嫌かもしれんけどさ。 何百万とかやったらやりたいやつどんだけおると思ってんねんって感じよく見るビファイそう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 。それで使われると思う。うだから今の職務網だったら別にどうにでもなるから、でも高いからできん人を救済してあげたいって言ってて、あ、ええー、やんそれと思って言いに来たけど。やっぱそうよなそっかそっか。顔出しも無理か。じゃあお前は一生ハゲのままでいいと思うわ。仕方ない。パスポート持ってるハゲがくさないと、パスポートなんて一週間二週間だと取れるからな。でもパスポート取り方分からへんっていうハゲは、もうハゲのましまね。それでいいんだ。 ちなみに、え、4日でいっつってたよ。四日。で、同類のハゲに、なんか勇気を与える写真やん。え、こんなハゲが、こんな若々しく、すごく、すごく美しくなってるっていうので、ハゲがハゲに勇気を与えるんやけど。まあ、それすら嫌なんだったら別にやな。パスポートはだってすぐ取れるっしょ ?30、うーん、じゃあ40代でもいいよ。いや別に仲介業じゃないよ。普通にクリニックでやってる。4日休むってそんなハードル高いんかなぁ。遊戯取られへんじゃあ仕方ないな。ちょっとじゃあ、レイブンクローのハゲ見るか。レイブンクローいくつ 書い取るかなええー、と、ハゲです。あこれはいいんじゃない礼袋いくつこれこれ結構ハゲに見えるけどな。ちょっと上から取れるこう、こう、こう取ってくれるオッケー、ちょっと。先生送るわレブ。あ、いいね。ちょっとあの、この点呼叱ってほしいじゃ。村民代表。でもね、えっ、ー、とね、3人くらい欲しいって言われたんよ。じゃあまあまあ、礼袋そこそこいけそうなハゲやから、後でちょっと先生に送るけど。ま、結構ハゲてるわ、これ、多分。 生きのいいハゲ。そうなんよ。で、その3人で、もうこのハゲが、このハゲに伸びフォアフォー3つ作りたいらしい。てか、デコハゲとか別に多すぎて何も思わんけどな。先生は金持ってるてか、まあそのさ、まあうちのクリニックの先生はちょっと変わっとんよ、ほんまに。株でクソ成功しとる先生で、別に、まあ病院なんてせんでも、まあ一生遊んで暮らせる人なんよな。けど、なんとなく病院もやってるみたいな人やからさ。だからなんか結構面白いと思ったら何でもやるよ、みたいな感じで私も雇ってくれとるからな。 なんでトルコ行くのトルコ植毛っていうのが有名で安いんよな。だから日本で、その、なんて言うんだろうな。日本で、えー、っとね、そのハゲの治療をしてるんやけど、で植毛ってなるとやっぱり日本だと、まあ機械とかかなが多分手配ができんっぽいんよな。まあめっちゃ高くなる。だからトルコに一回飛ばすことで安くしてるみたいな。そうそうそう。まあ機械とかの問題だと思う。まあ物、その、植えるなんかの物の高さとか安さもあるんかもな。トルコはなんか植毛が有名らしいんよな。有名というか流行ってるみんなやってるみたいな。だから安いんやってさ。 さごめん何株までは知らんじゃあそこら辺を振るサポートで日本帰ってきた時もサポートしますみたいなあこれいいんじゃないちょちょっとちょっとさえこれ送ってもいい写真先生にほんまにレイブン文ロ郎やるやるんだったら全然言うとくよまあ、別にさ怪しいやつではないじゃあレイブン文ロ郎の写真を保存してといいんじゃないこれ写真を保存 OK じゃあ1人霊文九なまず暫定暫定1ハゲ決まりましたおめでとう気まふさふさになるよ もう一人希望者おるどこどこえっ、ー、と、希望するハゲは今、なおで DM 送ってくれるで、ま、ああの、前から撮ったんと上から撮ったんで、じゃあ2枚写真を送ってくれる残り2ハゲです。<laughs> 待ち受けにはしてない <laughs>。ハゲ、あと2です <laughs>。はい、えー、感染症とかだったら日本で治療継続、あー、あの、何かあったらフルサポートで先生がするらしい。ただ、まだ始めたばっかりそんな大きい授業じゃないから、そんないっぱいの人はできんって言ってて。だから3人くらいでとりあえずどんな感じかっていうのを、ま、あ様子見ながら何人くらい受け入れるかを試したいみたい。よいしょ。 ああ、タ太,太郎ちゃんさ、上からも撮ってくれるでもあんまハゲてないな、これ、前から見たけど。太郎ちゃん、そんなハゲてないな。あこれ太郎ちゃんいけるかも上、上結構やばいわ、これ。いや、じゃあこれもちょっと、先生にちょっと一回送るわ。いや、もうこれもう先着にするわ、もう。めんどくさいし。先行が。アイラストワンハゲでーす。アイラストワンハゲでーす。いいね、太郎ちゃん。前から見たら全然ないけど、上から見たら結構来てるわ、これ。<laughs> もういいや、先生にもうそのまま送ったろうと。えー、太郎ちゃんいくつかなちょっと。 タロちゃん、ちょっと、いくつかも書いておいて。年齢。年齢。年齢ください。さあ、あと一人かななあ、みーちゃん。さあ、ラストのハゲは。キャンセルも想定して10人くらい集めてほいていやー、もうそれはいいかな。4、まあ40か。まあまあ、いいでしょう。じゃあ、今んとこ、えー、っと、タロちゃんと、えー、っと、ゆうくんね。ゆうくんとタロちゃん、2です。まあ、あと一人集めたら、一応先生に、まあ、先着で3名出してみましたが、いかがですか、このハゲって言って。 審査してもらえばまあもしもうおらんかったらもう2人で出してとりあえず2人で行ってみますって言うわ夫の写真夫は分かんのいらんあ投げ猫ありがとうね門出にあっ氷人駅あ後でちょっとさっきの話しようかいいと思うよななんかさまあ私がさ先生とつながることでさハゲもさお金持ってないハゲもさハゲ直せてさコンプレックスなくなってさ自信がついてさ女できる可能性もあるわけやん福祉なんやけどなうわみーちゃんケツくさちょっともう臭い ああ、もう。あケツ臭。ちょっともうケくさ、はい、ケツ臭。あいケツ臭いな。ケ、ケツ臭は。ちょっと降りろ、もう一回。一回降りろ。うお、くせ草あ、草じゃもう、上がってくんな。草くさくさ,くさすぎやろお、おいくさすぎやろ。いや、マジくさ、臭いや、ちゃちゃちゃ、あの、あーちゃんとケツ舐めてるわ、よかった。ケツにさ、その、何終戦だっけ 肛門船みたいなのがそっからくっさい汁出すんよ。くそ。いや、さい、普通にくさい。今自分でケツ舐めてる。あと一人こんな、どう思うはげおらんやっぱ顔出しがあかんのかよいしょ。いや、まあ猫はそう、求愛なんやけど、臭いんよな。いや、あのね、まあはげを待ってるってどういう状況ですかっていうのは、私が、あの、はげを治す病院で働いてるんですよね。 で、そこで、あの、新しく始めた、植毛のモニターをやりたいから、その何百万とかかかるやつをやりたいから、タダでやってあげるけん、何人かさ、モニター連れてきてよって言われて、今、ハゲを探してる。おいブス、おいハゲ。お前ハゲなんだろ。ちゃんと早く写真送ってこいって、ハゲの写真よ。お前がハゲてることはもう分かってるから。無料を。ほんで、さらに、なんか、ボトックスとかヒアルロン酸とかも、綺麗にするためにやってくれるって言ってたよ。高いんやけどな、ボトとかヒアルって。そう、無料です。 10、10円だとちょっときつい。もっとこうなんかひどめのハゲからかなと。斎藤さんくらいつってたけど。まあでも結構、まあそこはね、先生もファジーな感じで。まあ緩めのハゲでも対応してくれるかもしれん。フルサポートです。いや、だからハゲを直した後に、なんて言うんだろう。まあやっぱりそのビフォーアフって出した時にアフターが綺麗だと、おおーってなるだろう。だからプラスでそこら辺もちょっとやりますって言ってくれてる。トルコです。トルコでやるらしいっす。 フルサポートしますよって言ってた。いや、手遅れはないかな、全然。レイブン文苦労の見たけど。あの、まあ、店に来る人結構おるけど、レイブン文苦労以上にやばい人もめちゃくちゃおるけど、だん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 ,だんふさっとしていくから。はい、ガシハゲ30代。4日休み、パスポートの条件がなぁ。 パスポートはもう2週間で取れるから頑張って取りなさい。4日休みはもう、もうじゃあ、おばあちゃん殺そう。おばあちゃんが死んだんでっつってさ、祖父とか祖母を倒して、倒して、もうなんか亡くなったことにして、もう休み取るしかない。もう、おばあちゃんかおじいちゃんを殺してしまおう。それで休み取ろう。ほんで、ふさふさの後まで帰ってくるわけ。<laughs> <laughs> え、わからん。えっ、ー、とね、でも職務はこう、一回植えてからやけん。伸びてくるまでは時間かかると思うけど。だから一回坊主になるって言ってた。え、ばあさんだと1日しか取れんの でもな、親殺すわけにいかんしな。どないするじゃん。じゃあ、じゃあ、じ、ジーバー連続死っていうことにするしかないもしかして。ジーバー両方行くか。ジーバーと友達まで行ってまうなあ、有給まあ、有給とか、まあ、そのまあ、コロナかかったとか言ったらいいんじゃないのって思うけどな。コロナかかった、言うてからなんか坊主になって帰ってくる感じな。そうそう。コロナかインフルって言ったらいいんよね、みーちゃん。な、おけつくさいねそう。両家のジジーババーを殺してようやくよっか。<laughs> せちがらいな。ジーバーの診断さ、一日くらいしかさ、休み取られへんってさ、せちがらいよな。誰か亡くなった時くらいもうちょっと休みくれよ。なあ、受け付くさ猫。まあ、ファンじゃなくてもいいけど、私の配信を見よって、偶然運よく惚れたハゲがいいな。なんかその、血眼でさ、ただでできるとこ探してるハゲとかは別にいらんしな。なあ、みーちゃん。まあ、その、 実は、こういう企画で、タダでハゲを直せるらしくて、僕、ハゲに本当にコンプレックスがあって、どうしても直したくて、4日間休みいただけませんかで、こう、同情を誘って、休みとか取られへんかな無理か。なあ、みーちゃん。なあ、そうやって言ったら、なんか、お、ほうかーって言ってくれそうやけどな。特に男やったら。なあ、みーちゃん。で上司もハゲだったら、もう上司も一緒に来たらいいんじゃないそうやね、ハゲが治ったら、なんか営業とかもっとうまくいくって。上司もセットでおいでよ。 どっかの3連休に1日有給はダメなの、ね、そもそもやっぱ有給取れるような職業についてないやつが多いってこと。ハゲ治療や包茎整形の手術をコソコソやらないといけないのはおかしいよ。今でこそ整形はみんなもう公表するようになったけどな。どこどこやってますみたいなのとか。ただやっぱりハゲ治療とかはそんなにやっぱコソっと来る人やっぱ多いよな。なんかね、まあだからこそうちの店もその対面じゃなくてさ、オンライン診療とかあるしさ。オンライン、まあ、携帯のライン通話とかかな。オンライン診療ってあるわ。あれ d ムが、あ、これかな。来た。 うーん、いけるかなーうーん、やっぱ天骨か。じゃ、オッケーオッケー。じゃ、これもちょっとじゃあ。じゃ、このハゲ三重子で一回締め切って聞いてみるな。ハゲの写真いっぱい保存してしまってなんか私の携帯の具合が悪くなりそう。いやここはもうプライベートやけな、ね。山本先生だけに送るわ。えー、とりあえず、さっと話しただけで、こんなハゲが出てきましたと。こんなハゲが出てきました。もっとひどいハゲの方がいいですかって聞いとくわ。 最後の、最後誰だこれ。最後クレタンが。赤む。赤むの兄貴が一番マシだったハゲが。赤むの兄貴が一番マシで、一番ひどいんが、あー、レイブンクロウかな。多分。こんなハゲが出てきました。<笑><笑>まあでもそれを、なんか、いや、そうなんすよって言って、ほら、な、ちょっと笑ってくれるハゲを募集したから。 えー、ハゲの次はデブも企画してください。いいよ。あ、なんかデブの薬もあるからさ、その先生言っとくわ。ちんとつよりハゲとつの方が敷居高いっての。確かに、ちんちんはだってめっちゃ送ってくるのにさ、ハゲはみんな、もうこんなもじ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 ずっとしてさ、え、ルシュくクルのもじもじハゲが家でもじもじしてんのはだるすぎやろ。終わり。って、そのくせ自分のちんちんだけはパシャって取って、やってんだよそうかそうか。ふみーちゃんまだちょっと臭いな。 あ、おるおる。髪の毛やったらイケメンっていう人とかめっちゃおるからさ。だからさ、世の中のさ、その、ハゲをさ、ふさふさにするその、カツラとかで、なんかその、イメージ変えますみたいな動画とか結構あるやん。マジで変わるやん。マジ神で男超変わるからさ、やった方がいいと思うんやけどな。はいはいみーちゃん。確かに、ハイトトさんだって顔綺麗やもんな、割と。はい。じゃあ、あの、前回、前,前回、前々回か。で、あの、優勝2連発をかました、あの、高齢授乳ネキがいるんですけど、高齢授乳ネキはね、ちょっと今、 まああの、まあ、ちょっと若干悩み事があるらしいんですよね。ちょっとじゃあネキのちょっと悩みを今日ちょっと聞いてあげてもらってもいいですか皆さんで。ちょっと長めなんですけど。あ、年収3万なので少しだけ。いつもありがとう3万。はい。じゃあちょっと玉転がしのプロの話をちょっとみんなちょっと聞いていただいてもよろしいですかあ、眠いちゃんもありがとうね。よかったら聞いてあげて。じゃあちょっといきます。はい。えーと、恒例授乳ネキです。 玉転がし、すごく楽しかったです。<laughs> なんか違う意味に聞こえるけど、ま、あそんなことはないです。その上、賞金もいただき、このような機会もいただけて、手の震えが止まりません。相談というか、誰かに吐き出したくて、DM をさせていただきます。長文です。実は今、高齢授乳液ではなく、高齢搾乳液過去、父絞り専門になっております。まあ、あ知らん奴ら向けに言うと、まあ、授乳はさ、おっぱいを赤ちゃんにあげるんやけど、搾乳っていうのは、絞る父な。絞る父で搾乳ってうんやけど、まあ、ああの、おっぱいがな、やっぱこう、張って、お父が溜まった時とかに、まあ、 レ,レイズをしとくやつとかやな。で、搾乳でお乳置いとったりするんやけど、まあそれがな、搾乳やな。えー、生後1ヶ月の子供は乳児院にいます。本当に深夜に準備をしていたら配信をすべて見るのは無理です。我が家は再婚で、私の一度目の結婚の時の娘、女子高生と、今の夫との子供。 5歳。発達障害グレーゾーン。あと新生児の3人の子持ちです。シングルマザーとして10年ほど過ごし、今の夫とは7年交際して再婚しました。私は精神障害の2級、手帳持ちですが、今回妊娠するまでは保育や福祉の仕事をしたり、再婚後は普通にアルバイトをしていました。3人目妊娠初期に、つわりがひとくバイトを辞めて、今は無職です。再婚後に何度か病状が悪化し、うつで精神科に入院したことがあります。その時に1歳だった2人目を乳児院に預けていました。もともとメンタルも体も弱く、 疲れては熱を出し、メンブレしては熱を出し、好きな仕事を辞めなければならなかったり、育児で倒れていました。発達障害の子の育児は大変でしたが、子供たちはとても可愛く、お金のない家庭ではありますが、3人目を作りました。しかし、想像以上に3人目の出産が早くなり、生まれた子が別の病院の NICU に運ばれ、入院中から車椅子で会いに行く、退院直後も発達5歳の相手をし、 赤ちゃんのお見舞いへと出歩いていたので、産後2週間ほどで睡眠不足とカラオで倒れ、区の保健資産や自童が入り、現状のようになっています。親からは、40代で産んでほしいなんて誰も頼んでいないと責められ、 夫も私に代わり、保育園の送り迎えや家事を全て負担しているので、心身ともに疲れ果てイライラしています。私の実家は母が末期癌で頼れず、夫の両親は他界しています。真ん中の子が私の産後、赤ちゃん帰りか、体調を崩しまくり、私も熱を出してしまい、なかなか赤ちゃんの引き取りめどが立たず、数週間経ちました。今週のどこかで帰ってくる予定ですが、実は玉転がしも38度熱を出しながらやってました。ごめんなさい。新生児の我が子もがかわくて仕方ないし、JK も発達障害の5歳も可愛いです。ただ、自分の心身がついてこなくなり、子供を人 連続入院でお世話になるなんて親として失格なのではと日々自信をなくし今後にも不安を感じますまた夫は低所得なので育児に加えていずれはまた私も働かないといけないと思います今は自分がひどく無責任だったのではないか子供がかわいそうだから私のような人間が子供を持つべきではなかったのではないかと落ち込んでしまうことが多いです今後はとにかく頑張るしかないと思いますし経済的には与えられなくてもたくさん愛情をかけて子育てしていきたいと思います同じ女性としてて子供を育てるにあたり 周りのお世話にならなければいけない私のことをどう感じますか厳しい意見でも構いません。この話は配信で話していただいて、皆さんの意見を聞いていただいても問題ないです。ということでございます。まあ、妊娠中に切り抜きからハマり、今もお話を本当に楽しく聞かせてもらい、コメントが読まれた時は本当に嬉しかったです。これからも日々の息抜きに聞かせてもらいます。ということです。まあ、ネキが玉転がしそうだね。2連続1位になったのは。これ、この話をするためだったのかもしれないね。てかまあ、そもそもやっぱりさ、今子育てするってなると、SSR 環境である、 じじばばの手伝い。しかも、まあ、できたら自分の母親、父親が近くにおってさ、育児フルサポートしてくれるとかじゃないとさ、きついよな、普通に。と思うよ。で、それが、ま、できへんのよな。ってなったら、だって別のとこに頼むしかなくねえって。で、だって乳児院ってさ、そういう人のためにあるわけやろ。そういう人がいっぱいおるからできてるわけやろ。親は言うなくても、怖そうだつから、第三者を利用することを卑下しすることなくて、むしろうまくやってるじゃんって思考でいいよ、ということで。 まあクソパンもさ、バツイチかバツイチ。三人小持ち。女は消えたからさ。まあわかるかもしれんけど。まあまあ。まあ私はさ、子供産んだことないし育てたことないからさ。まああんまりここについては偉そうなことは言えんのよ。で子は何々でも育つよみたいなこととかもまあ言えん。言えんけど、別にさ、一人で全部背なんだらあかんっていうわけじゃないよ。ほんまにな。でなんかさ、自分が一人で育て,てきたからって、そう、他の人に手伝ってもらって育児、 をする人を叩く、まあ、経産婦っておるやん。私は全部一人でやったから、できないあなたは怠けてるみたいな。おるやん。おるんよな、実際。まあ、年寄りとかもそう。昔はやっぱりさ、その、夫も手伝ってくれるようなさ、まあ、社会っていうか世間じゃなかったから、一人でやるのが普通だったみたいな時代がもちろんあるのはわかるけど、それを今の人に別にさ、押し付ける必要もないし、持ってくる必要もないんやけど、ただ自分はそうやって大変な思いをしたから、お前も大変な思いをするべきだっていうやつが、まあ、多いのは問題やな。だから、 別にほんまに気にすることはないんよな。そんな別に老害でしかないしさ。だから誰かに搾乳した父を飲ませてもらうのも、自分で飲ますのも、一緒やん別にやってること。そんで、じゃあ、搾乳した父を飲ませてもらっとって、ほんで自分がご機嫌な顔で赤ちゃんに会えるのか、それとも、ずっとその自分がさ、2時間3時間ごとに起きてやってるから、イライラしたまま赤ちゃんに当たるんと、別にどっちがいいんかって言われたらさ、え、まあ、前者の方がいいことやってあるわけやん。 赤ちゃんやってそのなんか親の嫌な気持ちとかをさすぐ受け取ったりするって言うしなそうなよ、ね、だからどっちがいいとかないんやけどただでも 1> 1人で育てててるるるしかなかなっっっった人人いいいうううううのははそそううにやっぱそういうこと言われる時はあるけど別に今の世の中でさ1人でマックス育ててるやつなんてまあおらんと思うからさまあ何も気にすることはなくねとほんでまあ無責任、まあ、お金があんまりないのに3人産んでしまったかもなんてもうそんなん考えない考えないもう田舎なんてみんなそうやから,だから学校卒業したてのフリーターとフリーターが結婚して子供いっぱい産んでくれてるからこの世の中続いてるからな。 そういう人間が大事。人間ってその、まあ、人間って生き物って成熟していって知能が高くなっていくと、なんかその、子供を作ることの素晴らしさとかよりも、なんか自分のことで手一杯みたいなことを考えてしまって、子供を作らんようになっていくらしいのね。生き物っていうのは、知能が、そう、なんか発達すればするほどみたいな。社会性かな。だから発展途上国の方がいっぱい生まれるとか言うしな。けどそれはな、悲しいことだと思うよ。だって子供をさ、産んで育てるっていうことがさ、生き物の目標のはずなのに、自分がさ、まあ、 なんていうんだ自分のことでいっぱいすぎてさその目標を抗議しようとしてるっていうのはねもう生き物として悲しいことだと思うよだ子供なんていっぱい欲しい可愛い,いなっていうのが、まあ、人としてな生き物として当たり前だと思うからで、まあそもそも子供作るなんて別に子供のためじゃなくて自分のためにやん自分が欲しいん勝手に作っただけやからさいや子供のためにならんのかなっていうんだったらもう生み出してあげるのが一番っていうことだっていっぱいあるわけやん で産んだ時点で別にもう子供のためとかは、まあ気持ちはあるだろうけど、割と嘘かなと思ってる私は。と思うんよなだって、まあ子供作ったんって自分の娯楽のためやん。私だって自分子供欲しいと思うけど、なんでかって言ったら長い人生の暇つぶしで、周りの友達が作り出してるから、そういうの話を合わせるために、人生のスピード感とか、そういうのを合わせるために子供が欲しいって思うだけで、私からしたらもう娯楽とか、アクセサリー感覚で、 産むっていうのが結構近いのね。まあ、どんな綺麗な言葉で語っても割とそういう人はいると思うんですよ。で、それで作った子供に対して、まあ、なんか、まあ、産んだらやっぱ愛情が出てきて、いや、子供のためにっていうのは分かると思うけども、産んだ時点で割と自分のエゴやからさ、どこまで行ってもそれでしかないと思いますよ、私は。まあ、贅沢品ですよ。でも欲しいよな、やっぱり贅沢品。貧乏人やって,て、やっぱ贅沢品のな、なんか高い車とかさ、貧乏なのに車に費やして乗ってたりするやん。それと同じで、あ,まあ、あなたは貧乏だけど贅沢品の子供を作ることに決めてんやから、別にそれ自体 は何もおかしくないよ。だってそういう贅沢品がないとさ人生やっていく気ってお怒らへんことないなんか子供のために仕事頑張るっていうんだったらとかまあ、欲しいもののために何か頑張るっていうのできるけどさ何もないのに頑張られへんやんだから頑張る契機として子供ができて子供のために頑張れるっていうのは、まあ、高齢授乳歴のそうだな人生。 に対してもやっぱり彩りを与えてるとか、張りを与えてるところはあると思うよ。メンヘラ親に育てられた子供もメンヘラになる傾向あるから、ええー、いろいろな人ってお借りで距離を置けてお世話になってることはいいと思う。まあ私はだって子供産むんだったらさ、もうばあさんと母さんをさ、もう生活費見てやるけんこっち来てくれって言ってさ、ほんでもうちに二人とも置いといて、まあ一日のうち、うーん、そうやな。 いや、半分くらいは見といてほしいかなと思う。半分見るけん、半分お願いな。お金あげるけん、はいはいって。そうやってできるように金を貯めとくわ。子供いる友達だったらほとんど子供の話だから置いてきぼり感ある。まあそうだろう。だから、私やって、子供欲しいなって思うのは、周りがみんな子供作ってるからやからな。私はそれくらいでしかない。 だかだって子供、あ、子供いますっていう方がさ、そう、なんかその、安心感あるやん、相手としても。なんか、例えば、仕事相手としても、まあ、例えば38歳、独身ですって言われたら。で、38歳、結婚してます、こなしですとほん。で、38歳、結婚してます、子供2人います、ほーんみたいな感じの安心感があるんですよね。なんでしょうね、この社会的地。やっぱり、その結婚まあ、一人の女性をこう、愛して、子供も作って、ちゃんと育て,ていってるっていう、まあ、そこですかね。 そこなんか人としてやっぱ一人前みたいな感じになってきますよね。イメージとして。世間体ではある。独用から逃げた私から見たら、子供のことを考えてくれるネ、ね、キも、旦那も立派でかっこいいよい。特にさ、発達障害の子が間挟まっとるわけやんか。やっぱりそのイライラすることってめっちゃあると思うんよな。で、上の子はまあまあ、もう低価から、まあ、女子高生やけん。まだあれかもしれんけど。でもそれでもなんか、やっぱりさ、ひっくるめて可愛いって言えてんのがすごいと思う。私はな、その正直自分の子供が、例えばじゃあ県、ん まあその、定型発達か。定型発達、発達障害とかであったら、やっぱり比べると思うもん。で差つけると思うもんで。その態度には絶対出さんようにはするけど、絶対思ってまうと思う。いくら自分のことでもな。でもそんな全く言わずに、本当に可愛いみんなって言ってるとこは、マジで偉いかなと思う。なしでも大変やけど、ありだともっと大変じゃねと思うんですよね。だから、それを分け隔てなく、愛して育ててる時点で私はすごいなと思う。自分はできんと思うしな。あ ちょっとみーちゃん何したんああ、もう、紐維持しせんといてよ。やめてください。一生懸命生きてて可愛いよって思えるのがすごい。私はもうなんかイラついてしまう。友達にさ、やっぱりその、子供がちょっと発達障害っぽい子とか、おるんやけど、あかんもうやっぱ結構イラついてしまう。で、そうじゃない子の方が可愛いって思ってしまう。友達の子とかでもね。としく君ありがとう。で、まあ、その他人でさえそう思うんやからさ、当人や、は、どういう風に思うんだろうなとか、考えてしまうね。なんかこれな、やっぱオートフォーカスにするとな、治らんのよな、このチカチカすんの。もうええわ、もう。 それみーちゃん、紐はダメって言ってるでしょ。線やめて。はい、こっち。カクセそう、隠せる感情じゃないと思うんやけど、別にまあさ、相談でさ、匿名の相談でこうやって言ってるから、多分発達障害やけん嫌とかさ、なんかこの子は嫌いとか思ってないんだろうなっていうのがわかるから、すごいなって思う人としてな。えどうしてもさ、やっぱそうやってさーってつけてしまうもんだと思うよ、人間さ。言ったっけなんかうちのおかんもさ、なんかやっぱ男の子の方が可愛いみたいなことが言ってくるもん。言ってきて、ほんで、そんなん言ったっけ覚えてないとかさ、昔もあるんやけどさ。そんなん言ってくるもんだって。 みーちゃんもう、紐ダメってなさったわからん。ゲームの紐はほんまにあかんから、こっち来て。にゃーじゃないでしょ。はい。もう猫タワー乗せたったあ確かに、昔の村システム私もいいと思うよな。なんかそのさ、こう村、女がいっぱい集まって、自分の子供をみんな、も持ってきて、みんなで相互に面倒を見るみたいな。ほんでもう子供産めへんばあさんとかは、そこで子供を見る役として重宝されてたから、だから、それこそ今以上に、その年上はやっぱり、年上らしく、その、あ、みー、うわ、 まあ今以上に年上らしくその敬われてたと。やっぱ今までの経験とかもあるし。ただやっぱもう今ってさ若い子はさ、年いたおん、まあその人のこともおばはんとか言ってさ、やっぱ若いんが一話みたいな感じで見下しがちなとこあるじゃないですか。そうじゃなくて、もう村社会みたいに若い女は若い女でそのね、そのもう女としては盛りは過ぎたかもしれんけど自分らの子供を見てくれていろんなことを教えてくれるおばさんを敬うべきだと思うんですよ私はね。今ほんまにな、 なんかもう30超えた、まあ、40超えたみたいなさ女をさババアババアってさ言い過ぎマジで男も女もババアが自分の中い理由は孫どもの子育てサポートが本命な <laughs> なるほどマジかあちょっと今超ガテンいったかも確かにだっておっさんとかもだってさ孫の面倒もあんま見えへんし折ってもらんでも関係ないもんなそれやったらばあさん生きた方がいいみたいな <laughs> てか普通にさなんか生活能力とかコミュニケーション能力考えてやっぱりさ女が残らんときついもんだから男は先に死ぬんだろうな 兄ちゃん、もうずーっとなしよんもう。はいはいはい、もう分かった分かった。お、先日ありがとうございました。やっと俺に来れました。い,いえい,いえ、ありがとう。先日先日何かしたっけ <laughs> <laughs> 女の人は子孫生まれると寿命伸びるって誰かが言ってた。まあ面倒を見るように伸びるんだろうね。平均寿命女が長い。女が長いな。男が、ええー、60後半の女が70半ばぐらいだったんじゃないお、初めてタヌカの配信を見に来た。予想以上に可愛くて、なんか、うおーってなってるやって。 グラ,現役グラビアアイドルなんですけど、投げ銭しときますもしよかったら。ペロ。奥さんに先立たれた男はさらに早死にする率アップするらしいです。まあ、そうだろうな。なんかコミュニケーション能力がやっぱり男の人低いからさ。もうなんか奥さん死んだらもう閉じてしまって、中に閉じこもってしまって、どこも行かずにすぐ死ぬらしい。やっぱ寂しさでさ。まあ、も,うもう生きとる意味ないなって体が判断するんじゃないかな。そのまあ子供ももう産んどったとして、でも伴侶と、 過ごしてまあその余生を過ごそうと思ってたけど伴侶なくなったんだってもういいかってなってしまうのかもしれんよな夢の玉いじりもう終わっちゃったあまああのちょっとよもう来てないよなハゲ写真そうやねハゲはもう一旦いいかな大丈夫知り合いのおっちゃん奥さん亡くなって次の年に心臓と腎臓の病気で入院した入院まだ死んではないんか男がえー、っと80えそんな伸びたんや男女87医療も発達したもんやな 人間いろいろやから一人で全部見んでも別にいいし。一人で今見ようやつの方が少ないよ。だって金持ちなんてもう乳母とかシッターとか雇ってるんやで。一人で無理やから。だからもうずーっと愛情100%注ぐなんて無理なんやけん。注げる時に100%注いであげたらいいねん。それ以外は別にさ、全力で注がんでもいいねん。もうしないようにさえしとったらいいんよ。しないようにして、今自分が余裕ある愛注いであげれるなっていう時だけ100%で言っとったらいいと思うよ。ずーっと愛情注いだか。 とかさなんかちょくちょく愛情を注いだかでさ、そんなに変わるもんでないと思うよ。そうまああの、ここさ、その、まあ妊婦さんとか結構多いみたいやからさ、子育て中のネキとかが、まあみんなであの、相互で、まあ、フォローし合うかどうかはわからんけどさ、なんかその、まあお互いにさ、やっぱしんどいな、辛いな、みたいな話をしてくれたらいいと思うよ。明日からリアタイできなくなると思うけど、来れるときまた来ます。まあそうやね。もうそろそろ乳児院から多分引き取ってくるんやろうな。かわいさやな、お母さんもお父さんも頼られへんっていうのが。 ちょっとかわいそうやなと思うけど、しかもさ、まあ、知った雇うにしてもさ、まあ、貧乏な家庭じゃ無理やしな。じゃあ自分でやるしかないんだろうけど、大変やな。ま、あけど、な、人の数だけ地獄あるっていうように。他の人にもやっぱり、まあ、も、まあ、言ったらその、もっと楽な人もあればきつい人もおるからさ。まあ、誰が上とか下とか言ったらもう、話一生終わらへんからさ。な、みんなで授乳ネキを応援してってくれ。みーちゃん。もうみーちゃん、外出せよ、そんなんしちゃったら。うん、そう、過剰な愛情をね、注がれても、そうやね。まあ、逆に、なんかやっぱカメラ調子悪いっぽいな。 カメラの調子が悪いっぽいわ。なんやろな。え、もしかしてみーちゃん噛んだみーちゃん噛んだ説ある。えー、あ,あ、いけたかなちょっと押し込んでみました。いや、多分みーちゃんが今その、もそもそしよったっけんそれだと思う。はい、というわけで、いや、まあ、その自分も死んだいのわかるんやけどな。別にみんな割と死んだいことあったりするから、まあ、あ誰が一番死んだいとか別に決めるもんじゃないよな。山崎フェスティバルもありがとう。 一応玉転がしできる用意はしたんですけど、どうしようかなだってハゲ玉転がし全然ハゲ集まらんかったしさ。じゃあじゃあ、一回じゃちょっとあの練習玉転がしいくじゃ分かった分かった。練習玉転がしいくな。じゃままず、ま、前やってなかったやつはとりあえずちょっと楽しめよう。この練習玉転がしを。 あの、ま、あやっぱ、配信にさ、最初の頃ってすごい、ま、あアンチとかもおるやんか。ほんでずっとさ、おい、ブス、ババア、シネ、ね、みたいな書きやつがおってさ、ま、あそいつのこと、ま、あ別にま、あいいかと思って泳がしとったんやけど。で、そういう時にさ、ま、あなんか、ま、あそのみんなにさ、いやいや、な、なんて言ったかな、その時。あ、経験人数みんな書いてけ、みたいな話をしよって。ほんで、おい、みんな経験人数書いてけよ。ま、あ童貞のやつは好きな寿司ネタを書いてけよ、みたいな、ま、あよくあるネタをやってたんですけど。そしたらそのずっとさ、シネ、ブスとかやったアンチが、ハマチって書きに来てて。 ハマチって <laughs> ちょっと好きになってしまうよそんなずっとアンチ出たのにううそうなんよハマチっていうのもまたいいのよなハマチって <laughs> 卵とかか,かわいいよな行ってーガチ行ってー打ったあケツ打ったいやじゃあ,あるよある,あるあるあるよよいしょ ああ、なんだっけ。ええー、マヌル猫です。じゃみまみミマミマ子ちょっと玉転がしじゃんキーになってしまった。ごめん。ちょっと私が作り出した化け物を、ミマミマ子のような化け物を作り出してしまった。あれほん、何の話しちゃったっけ私。じゃほんで、あれやな。今ジャンプ機械でどうすんねん。可愛い,いやろ、マヌル。ハゲだ。あ、ハゲ来た。いや、もうハゲの話はもう終わった。あれを見てすぐ来れる。もう、なんかね、やっぱり、人間って持ってるやつと持ってないやつっているじゃないですか。で、この配信の,そのタイトルを見て、 すってきたハゲ。そういうハゲにこそ縁があるからさ。こんな遅れながら来たハゲにはもう救いはない。お前はハゲのまま多分一生終えると思う。レイブンクローとかは多分これから人生変わっていくから。フットワークの軽いハゲこそが救われる。こんなゆっくり人と尻の重いハゲはな、どうもならん。ほな。<laughs> ほな。<笑>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 

先生にさ写真送ったんよその三き決まった「ハゲ三重志あ子」あ「レイブンクロー」「レイブンクロー」ない名前ちゃんとあれしとこうとアカムとレイブンクローとえちょっとえレイブンクローがユウちゃんの部屋これがレイブンクローなアカムとレイブンクローとタロちゃんねタロちゃんまあハゲ三重子のその写真を一旦送ったら <laughs> 一言うわって嘆き取ってうわって嘆き取った。<laughs> あ <笑><笑>うわって何 <laughs> えもっとひどいハゲがいいですかどうですかこのハゲでいいですかって言って写真送ったら「うわ!」しか着てなかったからな「<laughs> うわ!」って何 <laughs> いやそうよそうよなそうよなお前が集めさせたいやでっていう話あ。<笑><笑>えもしかしたらもっと軽いハゲだっ お、想像してたんかな。じゃ、先生、うわて、うわて、あ、うわ、多分合格ってこと。いや、多分いけると思う。もっとカ軽いンが来ると思ってたんかもしれんな。あ、はあ、そう、立派なハゲを集め、立派すぎたんかもな。逆に、もうちょっと軽めのハゲを求めとった可能性はある。おもろ、う,うわわ,ちょ,うわ <laughs> ちょ、先生、集めといてからのうわはちょっとあれじゃない。おにあー、おもろかった。こんばんは。いや、でも、全然、全然、そんな、も、もっと上おるよ。たまに、たまに、まあ、でも。 ハゲ界で言えば、まあお前らがトップティアなのはまあ間違いないかなって先生の返答からでも分かった。救われてほしいね。えでもその、ほら、髪の話はしてるけど、そのトップのハゲたちがその髪の毛を生やして自信を持って綺麗になって、これからの人生こうモテたりとか、ワンチャンするかもみたいなな。やっぱりみんなそういう成功物語好きやん。変身とかね。そういうのを、その、まあ、せっかくね、重い腰を上げてくれたハゲには味わせてあげたいなと思う。移植元はありそう、みんな。 ここら辺も全然ある。ただやっぱここかなこの、この辺りと、レイヴンクローだけはもうこ、ここら辺もない。ここら辺も行ってもってる。レイヴンクローもこっからこうない感じ。だタロちゃんとか、その、アカムは全然もうここら辺ぐらい。あの、ここら辺はない。え、たま、ここら辺面白かったわ。おやすみほおやすみなさい。あげた腰の分だけ、報われてほしい。と思うよ。そんな、顔出すんなんて、怖いハゲみたいな。こう、ハゲの語尾ってハゲなんかな。怖いハゲみたいな。 まあそういうハゲは別にもう救われるんでいいからさあ。女性はね、大体もう薬だけでいけるからさ。なんか、まあその、薄いってだけの人多いからさ。多分薬でいけると思う。だからまあ月、まあ言うて、女の人1万ぐらいかな。月1万ぐらいやからさ。美容代と思えばそこまで高いもんでもないし。まあ、髪の毛のトリートメントを一挙ルみたいなのを変えるぐらいの気持ちでいくんだったらな。まあ薬でいいと思うよ。そう、ハゲてくんのよ。ハえてくんの。怖いハゲー。ハゲハゲー。<laughs> <laughs> じゃあ、ホビホビじゃなくて、ハゲハゲはちょっとね、悲しいね、なんだろ。ホビホビって楽しいんやけど、ハゲハゲ言ってんのってちょっと悲しい。なんか、まあなんかやっぱり、ちびを救ってやりたいという気持ちもあるけど、ハゲも救ってやりたいよね。とただデブ、お前はダメだ。楽しい <laughs>。だってみんなさ、ホビット自身も楽しんでホビホビ言える、その五感の軽さがある。ちょっと待ってね、これは、えー、あ、先生から今返事来たんやけど、なかなかの逸材です。えーっと、で、 やっぱ最後の。うーんとね、アカムはやっぱりあんまりハゲてないから、うん、まあその、多分薬でいけるんよな。で、レイブン、レイブンクロウと、えーと、タロちゃんは、この人とかこの人、いいね。ビフォーアフターは激変するねって言ってるわ。これめちゃくちゃいいらしいよ。よかった。ふ <laughs> ふ<つ材>、逸 <laughs> <つ>材逸 <laughs> 材逸材来たな。でもで、これアカムちょっと、食毛までいかんかも。で、もう一人、実はあの、ハゲ DM 来ててさ。んハゲ DM? 違うわ、これ。なんだ 直毛のえ、でも、ハゲてないやん。でも、二人、その、逸材ハゲ、見つけられたので。たそういうのアカムはそうなんよな。ちょっとまあ、ハゲ、まあ、柔らかめハゲだからさ。え、もう一個くらいパンチ効いたハゲ欲しいな。え、どう今、そのさ、アカム多分、投薬でいけるって言ってたから、アカムはとりあえず、じゃあもう、薬の方に回すとして。一人、ちょっと、パンチ効いたハゲおらんかな。もうちょっと。 いやでもまあ別に赤ももうその悩んでるんだろうなっていうのはかるんやけど他の二人に比べたら全然散らかしてなくて薄いレベルというかホナの人 <laughs> えでもホナ多分もうホナ多分帰ってもうたかなどうホナのハゲはどれぐらいのハゲ細胞臭逸材のハゲうん赤もは多分全然薬でいけるホナホナにホナホナ帰ってきてホナ名前なんだっけちょっと探しに行こう福木ホナお腹痛い <laughs> <laughs> ハあハハほなほなはげほなハゲじゃあ誰かさほなにきほなにきさおったら探しといてほなにきちょっと潔すぎてさすがにちょっとほなにを救ってあげたくなったほな兄ほなあやばいやろ激しく募集してますほなにきほなにきほなきあわかったほなで変えてしまったようなほなほなどうして ほなにーに幸、シ、まあチれ。ほなにーはいつか救われてほしいね。ほな。はぁ。じゃあ、あの、え、誰かその、ちょっと私もお探すのめんどくなってきたきゃあれなんやけど、もし誰かあの、ほなにビスパー送れるんだったら、田中さんが、その、秋枠で、まあ、その敗者復活戦みたいな枠ができたから、あの、ほなにー救ってあげれるかもよって言ってたよって、ちょっと教えてあげて <laughs>。いや、もう時逃す、やっぱ、時逃すんよなそういうハゲは。 ほな、ほな、ウィスパーで帰ってきて。ディリザーブハゲ枠です。やっぱり、うん、持ってないんだろうな、ほな。ほなの名前ももうわからんしな。ほな名前何だったんもう探せないよ。うん。えっ、ー、と、タン、シごはん。タニシごはん。タニシーごはん。タニシごはんにぜひね、あの、タニシーごはんもできたら救ってあげたいなっていう話よでもそうよ。だってこんなにさ、ハゲがなんかその求められる世界ってほんまにないと思うよ。 ね、ほんまに。え、いないほんとにいないハゲ、ハゲさんどうかみたいなさ。しかも、その、ハゲをいじめる目的じゃなくて、ハゲを救う目的でハゲを探してるわけでした。ブ,ブー、ブーム。まあまあまあ。十六性格診断。あー。うん、まあ、今度な <laughs>。あ、初見のホビット。いや、ごめんな。ちょっと今日初見のハゲを求めててさ、ホビットは今日は大丈夫なんよな。ED になるって、まあまあ、男性ホルモンを抑えるから、立ちが悪くなったりはするね。多分別にさ、その、 はそんなさ、ハゲ散らかしてるのにセックスしたいってなる髪の毛が生えて自分に自信が持ってるからこそちんちんも使いたいっていう風になってほしいよね。男としてはね。だから、薬を飲んで髪の毛ふさってなって、それからしっかり挑むようにしたり、飲みつつ挑むなんてそんなハゲのままで女を抱こうとするのは、まあよくない。ダストちゃんもそうなんや。そうそうそう,そう。まああんな感じで、そう、上えんねん。自分の自家組織。トルコがやっぱ安いんやって。 えーっと、勃起薬と併用できるあ、併用できんねや。知らんかった。じゃやっぱり、勃起薬と併用して使えば完璧では。大丈夫。ちょっとばかし動機がするくらいやから。ちょっとばかし動機がして、こうちょっと何、何鼻水が出たり、よだれが出たりするくらいだから。トルコが安いんよ。植毛が。一般的でな。ハゲは性欲強かろうと女が嫌がるやん。ハゲとセックスはちょっとってなる女多いからな。だからやっぱりハゲ,を治,ハゲ治療薬を飲みつつ、勃起薬も飲みつつやったらええやんけ。ハゲのままなんと、 なんかそのチンコが立つか立たんかって、そんな悩むとこなんかなって思う。そうなんよ。なんかさ、え、でも、ハゲナウス薬飲んだらチンチン立たんかもって、いやいや、お前そのハゲ頭でそんなモテてていっぱいセックスできるわけないやろみたいな。もしかして風俗の話してるって思っちゃう。いや、そのハゲでめっちゃ表になられる方がいるかもしれないですけど、日本人はまあないっしょ。日本人のだって見た目じゃさ、まあ、いや、いやーさんかお坊さんかにしかならんからさ、なんかいけ、いけかっこいいハゲにならんやん。あ、ルメッカはやってないなぁ。 ルメッカーやってなかった。フェイシャルレーザーやってたけど。ええー、周りにハゲって言われるけど、自分ではハゲてないって思う人はどうしたらいいの薬。え自分ではハゲてないと思、思い込んでる異常者ってこと病、それ、それハゲなのにハゲだと思いたくない異常者ってことちょっと認識を改めるために一回病院で診てもらった方がいいかもしれんな。なんか精神的な病気かもしれんな。みんなからハゲって言われるやつはハゲよ。初見、33歳のハゲ、23歳から髪の毛行く。えちょっとあの、ハゲさ、ハゲ、正則さ、私にちょっとさ、ハゲの写真送ってみへん。 あ大丈夫。あの、さらしたりは絶対せえへんけん。あのさ、ちょ、まさのりの、のの、その、これからの人生を変えれると思うの。今ですね、まさのり、あの、私は今、ハゲを探してるの。なんでかっていうと、私は、今、あの、ハゲ治療クリニックで働いてるのね。で、まあ、基本的には、その、まあ、軽めのハゲに薬を処方したりですとか、 今、まあ中度のハゲだと、まあね、猛虎にその、お注射したりとかして、まあ髪の毛を生やしていくわけですね。お、おーちゃんありがとう。そうなんです。で、そういうクリニックで働いてるんですけど、そこでですね、今今回も重度のハゲ、なくなってしまったよみたいなハゲに関してですね、先生が、その、植毛を安くやりたいということでですね、まあ今、その、授業を始めてるんですけど、 けどまあまだ始めたばっかりなんでとりあえずそのビフォーアフの写真が欲しいんですよ先生はだからまあ、何百万がかかるその植毛をもうタダでいいですとタダでやらせていただきますしかもその髪の毛をふっさりしたその後にさらに先生がボトとかヒアルとかまあそのなんだっけまあ顔整えるプチ整形系のやつも綺麗にしてくれますでそのモニターを田中さんの配信でまあその一剤のハゲを3人ほど見つクロってきてくれと言われましてそれで今まあ 4人今写真来て、2人は逸材ハゲって言われたんですけど、2人がちょっと軽めハゲだったんですよね。だから、正則が、正則がそうやな、もしやる気なんだったら送ってくれたら、先生に、このハゲどうですかって進めることはできる。やっぱ失敗がどうなるんか分からんけどさ、別にそもそもないところがどうなったってどうでもよくないって思ってしまう私は、ハゲに対してひどいですかね。だってそもそもないところに植えようとして生えてきませんでしたって言われても、別に金かからなかったら前1回で終わらへん。 そうそう男は髪の毛で変わるしな。でだから、いや整形とか確かにさ顔が変になるっていうのはまあかわいそうだと思うけどさお前のない髪の毛がどうなろうとどうでもよくないって思ってしまいますね。それでえなんか失敗したやつら怖いしハゲが黙れみたいな思っちゃうね。う <laughs> ん。まあでもさやっぱりそのハゲだとさなんかかっこいい服着てもさなんかコメディーにならへん。そう。なんかそのおしゃれとかがハゲはもうなんかできんというかもうなんかしたらあかんみたいになってない そうそうそう。自分はハゲじゃないとタカをくくって取り返しのつかないケースが多いみたいです。本当にちょっとでもハゲてきたと思ったら行くべき無料診断でも。それやねんな。俺はまだ行けると思ってるやつ多すぎやから。だいたいあかんからな、言っとくけどな。 いやいや、だってさ、ハゲがさ、めっちゃカッチリしたスーツ着とってもさ、いや、ハゲやんってなるやん。ハゲやんって、すべて終わってしまうよ。デブとかもそうなんやけど。めっちゃオシャレで高い服着ても、えー、じゃあなんだろう、えー、っとプ、プラ、プラだ。プラだって男もんもあるんかな。わからんけど、じゃ,じゃ全身プラだで超固めて、髪の毛はハゲみたいなんだったらさ、うわ、あの、プラだのハゲとか言われるわけやんか。そこで髪の毛があったらですよ、うわ、めっちゃお金持ちやな、なのに、ちょっとハゲてるだけでプラだのハゲなんですよ、そいつは。だまあ、ま、アルマージでもいいよ。 で、じゃあ、それが、ま、デブでも一緒だよ。どんだけいい服着てかっこいい服着ても、でもデブやんって言って。デブがあんなん着ても、って言われるんよな。デブが着てるだけでなんか偽物みたいに見えるしな。で、まあ、まあ、それで言うんだったら、まあ、その、まあ女もそうやな。全身プラダのブスってなんかそれだけでムカつくって言われるよな。<laughs> そういうな。全身プラダの美女はさ、いややっぱり美女やけんいろんな男から言い寄られて、プラダとか買えるんやろな、すごいなって。もうプラダを着たブスはもうなんか、あ体売ってました偽物みたいな。 っってなってなしまうやんでもじゃあ、ブスはまあじゃあ整形な。でもこれはまあそのやっぱりいろいろ、まあね、失敗することもあるし、自分の伸びしろもあるからさ、うまくいかんこともある。で、デブ、まあこれはまあ痩せたらいいなっていう話なんですけど。で、ハゲ、これは、じゃあどうしますかってもうトルコショックも。ってわけですよ。大学マッシュ多すぎて気もいやけど、スパイキー、スパイキーショート ごめん、ちょっとあの、最近のこの髪型は分からんねいけど、マッシュってな、ブス隠せていいんよな。しかもなんかその、なんてブス隠しできる上に、まあ今風というか、ああいうの好きな女多いからさ。だからまあその、女受けに寄せるんだったら別に正解じゃないちょ、マッシュとかキモいわって言いながら髪の毛全くセットしてない、なんかもう切りっぱなしみたいな、センエカットみたいなオスの方がきついで。流行りすぎててキモいって言うけど、なんで流行ってるかってみんないいって言ってるからやから。センター分けもそうやな。 そうマッシュでマスクでなんか量産型みたいな服着と男がでも女好きなんよ最近の我が家みんなそういうの好きなんよだから別に私は好きじゃないけどそれを草してるお前が1000円カットの竹とんぼで髪の毛着てきましたみたいなお男やったらおもろいなって話3代目系あわかるわかる私もまああれ系あれが流行ってる系の時代だったけどまあ本人だもんな面倒いやろうしなちなみに私はあのー、そうやな昔つき合ってた あの顔の良いいかった、一番顔の良かった男が、あのバイオハザード4のレオンみたいな髪型をしとったんですよ、前髪こうやって流してる感じの。それはめちゃくちゃ好きだった、なんか特にセットとかもしてなかったんやけど、そいつは顔が男前やったから、なんか私は一生、レオンみたいチュキーとかずっと言ってたわ、レオン。え、レオンの、そう、ちょっと片目ちょっと隠れそうな感じで、しかもそいつは顔がバリ男前やったから、ヒゲも生えてたけど、あなんかディーン不条化みたいな顔しとったんやな。だからめちゃくちゃ良かった、それは。それはレオンやった。 だからまあその本物のイケメンって言ったら別にさもうノーセットのこんな適当に伸ばしっぱなしでも別にかっこいいんよただブスがちょっとまともに見せようと思ったらもうマッシュとかでもうここら辺まで隠さなんだら終わってるからさやっぱりその、まあ、まずいものを食おうと思うんだったら角に味付けをしてさ油で揚げてギトギトにしてさスパイスかけまくってマキシマムかけてでないとでもそれにそうしたら食えるやんでブサイクをブサイクのままでなんかその素材のままでどうぞって言われても もうううそのブサイクってててていい素材まずいからさ味付けしし食えるるようにしてくれてるんやんマッシュとかで。ありがたいと思うでジャンルのはかっこいいなハゲっててもなんか好きやなやっぱり。なんか鬼武者で出た時は何このおっさんって思っとったけど。レオン見たらまあ好きやな。ハーフ顔好きっていうわけではない。好きっていうわけではないけどなんかブスとばっかり付き合っとったら顔が綺麗っていうだけでなんか許せることも結構あるんやなって初めて知ったな。 ブサイクが、そう、レオンみたいな髪型をすると、普通に気持ち悪い。なんかこう、まあ、まあ、どっちかと言えば、やっぱ異常者とか不審者みたいな捉えられる方をする。ああ、高身長は好きやけど、ロン毛はそんな好きでない。ただまあ、イケメンやって似合うんだったら、割と何でもいいんやなっていうのは気づいた。最近、ラジオ以外で外出てません。あの、ここ4日間、3日間くらいずっと家でバロラントだけしてますね。あと、戦国ダイナスティーしてます。あかね知らとき、うん、まあ、でも、その、世代じゃないんやけど、でも、まあ、鬼武者の人ってイメージしかない。 おにむしゃの人だっけそれ。あ、そうそう、わかる。日本人のさ、この絶壁みたいな汚い頭の形でさ、ハゲにされてもさ、坊主にされてもさ、きついだけよな。うん、めっちゃゆっくりゲームした。楽しかった。ほんまに、ほんまに幸せだった。そやっぱ私は自分でさ、割と自分の若さにかまけ取ったなっていうことがあったんやけど、今までって私、例えばさ、家でゲームしてる時でって風呂とか入らんのよ。顔も洗わんしさ。 で、そのまあ、ま、あ調子いいと3日くらいなんかその風呂にも入らずにゲームして寝て、飯食ってをしたりするんやけど、肌がめっちゃ荒れるの。なんか昔は、ま、あゲームわって寝てってしょっても、ま、あ若かったからさ、再生能力で別に肌、割と綺麗だったんやけど、最近さ、化粧とかしてなくても、もう風呂に入らんと変わらんと寝ると、肌バリ荒れるっていうことに気がついてしまって。化粧してなくても、ちゃんと洗うようにした。わかんのやな、もう。や、あかんなってなった。その、化粧とかしとるから、 あかんのじゃなくて、なんか一日だって酸化した油みたいなのがやっぱ肌ってさ、こう毛穴に溜まるんやって、それが肌に悪いらしくて、化粧とかしてなくても変わらわなあかんっていうことに、本当に最近気づいたんですよ。ずっと肌が割と綺麗だったので、大丈夫かなと思ってたんですけど、もう夜年並みには勝てず、そろそろやばくなってきましたね。で、私は結構その肌弱めなんで、今、週上村に行ってですね、あの、朝洗顔用のオイルっていうのを買ったんですよ。で、それと夜洗顔用のオイルかな。 で、朝洗顔用はもう緩い、優しいやつで、それでささっと。やって夜寝る前もささっともうやるようにしてますね。ダブル洗顔はなしで、あの、泡で洗顔はしないです。泡洗顔はしないんで、もう週上村の、あのね、みんながよく見たことのある茶色のオイルがよるようで、ピンク色のシュウエムラのオイルが朝用にしてます。上級国民みたいなオイルなんですけど、使うもったいないんで、もうちょこっと出して、すごい薄く伸ばして使ってます。いいと、まあその、なんかなんで肌荒れてんのわかんねえみたいな時は、それが原因だった。 お前さ、まあ、わかる。でも、確かに、やりまくってる女は肌が綺麗なんよな。で、やりまくってる女って肌綺麗じゃないみねって。多分さ、その、友達うちでもおると思うんやけどさ。確かにそうなんよ。ジョホルに勝てるもんはない。私、若い時に化粧したまま寝てもイケてたんは、やっぱやりまくってから、やりまくってるから、だったんかなっては、まあ、思う。ジョホルの力はすごい。確かに最近やってないねん。まあ、キャラ的にはやっぱりその、セフレ5人おるキャラなんやけど、確かに最近やれてないんよな。やっぱョ風行くかな 言ったやんなんかその東京秘密基地のさオファーが来たみたいななんかレビューぜひくださいみたいなでもさ東京秘密基地のさホームページ見たことあるえ見たことないちょっと一回見てみて、まあ、女も男もちょっと一回見てみて東京秘密基地のまあちょっとホームページあるんやけどんこんなことしますっていうその動画あるんやけどもうエブ V やねん見よって恥ずかしいなってきてなこれを知らない若い男とえー、無理みたいなちょっとなんか なんだかんだ言って私ってさ、そうやってきたんでさ、年上の男ばっかりなんよ。ほんでも若ければ別にオッケーオッケーなんでもオッケーみたいなさで。今その年下の二十歳そこそこの男に、ちょっと今のこの少し太った46キロのだらしなボディを見られるのはちょっとなぁと思って、そこで二の足を踏んでますね。えー、そう、女の子はみんな最高って言うねん。あ、ちょっと待ってくしゃみ出そう、今。はぁ、あ。あ、止まった。 あのね、これはね、男と女の違いだと思うんやけど、男ってどんだけ汚くてもさ、別に風俗とか行くやん。なんならさ、汚い体のまま行ってさ、なんだっけ、即くとかやらせるわけやろ。終わりやん。でも、女ってそうじゃないね。やっぱりそういうとこ行くんだったら、自分のこともやっぱ綺麗って思ってほしい、可愛いって思ってほしいみたいな、があるんよな。わかるわかるよな。あ、そうだろそうなの。お前らみたいなの違うんよ。で、せっかく行ったんだったら、なんかその、向こうにもいいなって思ってほしいから。っていうので、もう綺麗にして行くわけ。お前らとは違えんだよ。 その、おばはんやって、そう。そういう情報行くときだったら、絶対、体もきれいにして、毛もきれいにして、お化粧やってしていくから。おばはんでさえそうやけんな。そう、若い男なんて一緒になるから申し訳で、それ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 。もうなんか、別にもうレペゼンの若い男の子い,いっぱいおったらさ、なんかもう、何空気感でさ、なんか端っこに行ってしまうもん。スって。じプレイ前にシャワー入れられるかもしれんけど、じゃあ、毛とか処理する男って。 女にちんちん舐められるのにさ、陰謀とかそのままのやつ多すぎへん胸毛もそうやし、足の毛やってそうやし。で,でしお,お風呂で,で一緒にシャワー入って洗ってくれるけんいや、洗ってくれるかもしれへんけど、お前の毛とかは別にちょっと視覚的な情報としてきつくない不潔感で。で、じゃあ自発的にちゃんとさ、ブレスケア、ブレスケアしてる歯やってちゃんと磨いていってるフロスしてる下磨きしてるだから風俗で口臭いおっさん来て終わり死ねって言われんねん、お前らは。 ちなみになんやけど、私は、その、ほんまに狙っとう男とかだと、こういう対応が、ちょっとできない時もある。てか、そのな、なんて言うんだろう。あのな、好きもさ、やっぱりそのあ、この人と付き合いたいな、結婚したいな、こういう人がいいなっていう人だと、こういう素で出せるんやけど、例えばなんか、あ無理、性的に、主義、ああ、みたいなさ、たまにおるやん、そのもう、もう超性的になんか好みの人みたいな見ると、こういう対応できない。もう、 ボン百の女みたいに、あああみたいな感じになる。いや、ボン百の女っていうのは失礼やな。お前らやな。可愛い女を前にしたお前らのように割となる。ああってこう、こうなる。なってしまう。なる。いや、マジメスになるな、そういう男の前では。だから、そう。めっちゃその、好みで好きなんやけど、だからその自分の良さが出せずに、こう、その人とお近づきになれなくて、 こうなんか遠くで見てるだけみたいな感じで疎遠になってしまって、そんなうちにその人に他の女ができて、なんか一人家で打って枕を濡らしたりする感じですねあそのク。クソパンはちょっとタイプではないかなごめん、ごめんけどちょっとタイプではないかな うん、そう、そう、わかる。だから、ドストライクはもうなんか自分らしさが出せなくて苦しいんだよね。そうそう、え、好き、好きよけか、好きよけちょっとしてしまうかも。うん、なんかもう、え、なんかもう嫌われたくないとか、もっとも上のレベル、なんか、なんか私ごときをなんか、こう、目に、目の端にでも入れて、不快になってほしくないみたいなちょ。申し訳ない、この人のそばにおるのマジみたいな。なってしまう。そう。あ、最近はいないかなってか、外出ねえしな。 でもまあ、その、そうやな。まあ、ちょっと、ちょっと前に、その、めちゃ、まあ、その、見た目タイプな人、おったんやけど、もうなんか、あっ、あっって言いながら見ようだけでいやな、ほんまに。家帰ってどうするわけたら、そう、もう、もう、辛い、辛い、もう苦しいだから、まあ、もう、中ぐらいがええねん、ほんまに。見た目が相当タイプな旦那と結婚したけど、なれるよ。まあ、なれるんはわかるんやけど、その、捕まえるとこまで、その、意見というか、いや、私なんかがそんなってなってしまうねもっといい女おるよな、おるよな、とかなってしまう。 そう,そう、多少舐めて書かれるくらいの人がちょうどイコレなんですよ。まあでも、結婚して長いことおるんだったらさ、やっぱ一番好きな人じゃない方がいいとか言うじゃないですか。それは私もあるかなと思う。ええー、わかる。クソ、かまととぶりっコなってまうよなーって、まあ、かまととぶりっこまでもいけん、もう喋られへん、ただの、なんか、地牛になってしまうもん。しかも女の子のなんか <laughs>、みたいな感じじゃなくて、ほんまになんか挙動不振な、あっ、すいません、ちょ、ふきてみたいな感じになる。 いや、そんな、全然そんな、大丈夫です。そんなに、本当に、あっ、あいつ、ダースみたいな、キモい感じになってしまって、その、え、何あいつ、キモって、なられてるんだろうな、とか思って、家で、ああ、ってなったりする。する。する。でもいいよ、自分で別に落とせると思ってないから。だから、そんなタイプな人に、濃くって振られたら、嫌や,やん、そんなん辛いやん、寂しいやん。だから、 ちょその傷つかないために、いや、なんか、もっと私のことをめっちゃ好きになってくれそうなやつにしようってなってまう。わかるし、持つろうも、な。そ寝る前、お布団反省会してます。快活、快活。かか <laughs> なんかまあ、その、うんい。ちょっとまあ、なんか変なやつやな、みたいな対応 <laughs> を取ってしまって、悲しいよ。姫好き。いや、だからさ、その舐めてかかってるやつには姫もできんねんけど、やっぱなんかそのタイプすぎて好きすぎたらできへんな。 その、だからさ、面白い女にほんまはなりたいんやけど、もうそこまできなんかもう気持ち悪い女、え、喫煙みたいな感じの振る舞いをその人の前ではしてしまう。で、なんかその、やばい、これわかんと思ってリカバリーしようとして、なんか、次また失礼なこととか言って、サメーってなったりとかして、あ、はい、死にまーす、すいません、死にまーす、家帰って死にまーす、お疲れ様です、みたいになってしまうような。もうすいません、私なんかが調子乗ってしまって、本当に、すいません、家帰って首吊ります、みたいな気持ちにはなる。まあ実際つらへんけど。 いいや辛いですよねだからもうそれが分かってるから割と隙き隙よ,よけしてんだろうな。<laughs> 雑雑魚魚モテでははイキリ格上のイケメンにるしいわ<笑><笑>じゃあでもそのそ,その人めっちゃイケメンっていうわけではないすごいタイプで好みだったって感じなんかいろんな人からアプローチされてるイケメンとか言うわけではなかったけどさただでもめっちゃ。 めっちゃ自分のこう子宮に来るタイプの男と会ってしまうと、もうそんな感じで、なんか、え、なんかな、ほんまいいって思ってるのになんか、いや別にあんまりみたいな態度取ったりもする。え、わかるわかるよななんかその、なんか、え、何々くんいいよねとか言って、めっちゃいいって思ってるけど、いや私は別にかな。まあああいうちょっと、モテそうな男とか,とかあんまり好きじゃないしとか <laughs>、やったりしてしまいます。私はそういう人間です。 そうそして、口が消えなくなっているうちに、他のガツガツいくブス女につま、つままれるうーそう、だからそんなイケメンじゃなくて、純朴そうな彼。でも、見た目がすごくタイプ。で、私がもじもじしてるうちに、なんかよくわからないブス女とセックスとかしてたりして、勝手に一人で落ち込んでる。やったのか俺以外の女と、みたいな。それがそう人ずつで伝わって、あーでもなんか、ほら、田中さんってなんか俺のこと、なんかすごい、好きじゃないらしいし、みたいな感じで、人ずつで伝わってたりして、絶望ですね。終わりだよ。 からお前のこと嫌いって言ってたら「やめろお前このブス殺すぞほんまにそんな言,言ったけど言ったけどそんなつもりなくて <laughs>」つっていやまあ地位なんだよねやっぱり根、ね、っからのそうだからイケメンってさわきまえたブスからするともう行ったらあかんって思うやんだからわきまえてない女がイケメンって結構さらっていくよなやっぱイケメンもやっぱ来てくれる方が嬉しいもんな だからさもうブスって言ってわきまえてしまうとさイケメンを捕まえられへんのよなって思うとやっぱブスでもガツガツいけよって言いたくはなるんやけどただでもお前らみたいなブスが可愛い女にガツガツいってたら迷惑にはなるよなとも思ってさ難しいよなイケメンの筆下ろしはブスが多いそう中学の時ブスな先輩にとかあるもんなうっあーあ頭がうっういや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 ーパーン あのカードゲームで負けて爆発するチーカーのモノマネです。なんだっけあれ。ハースだっけシャドーバーだっけどっちか,ーーか、シャドーバか。シャドバで負けて爆発するチーカーのモノマネです。シャドーバーか。え、知ってるみんな見たことある見てみろって。いや、いや、いやーパーンだ。<laughs> チーカーが爆死する。<laughs> 終わり。あはは いやもう、勢いでダメだった。いや、だ <laughs>、ょっと待っね、ちょ、見てよ、だって。え、見てじゃあ、あシャドーバース、チーカーでさ、見てよ。マジでおもろいから。でまあ、見ろって。繁盛さんがタヌカに着れてる動画見ましたかえ、なんであの <laughs>、顎出す芸が一緒だから、パクったって言って着れてるとかえ、知らんけど、全然 <laughs>。あの人も顎売りだろ。私も結構顎売りやからさ、多分キャラかぶりで怒ってんちゃう。知らんけど。 ちいかわなんて名古いこんでつ、でもちいかはさ、その、見ようと思ってなくても流れてくるもん。え、あご売りじゃないんだって、そうだと思ってたけど。違うあれであご売ってないって言われたら怒るけど、あれでさ、なんかあごのこと言われて怒るとかだったらさ、さすがに私も怒るよ。え、おもろいやろ、あのちいかわ。さあ、なんか、界隈に嫌われてるかどうかすらわからん。だって誰とも絡みないもん。配信者とかってさ、まあ大体さ、その中身ないやつが多いからさ、とりあえずコラボして、こうなんかその、何人増やそうとか。 してるややつ多いやんマジで中身がないからだからそういうやつだから配信者同士っていうのは中身がないやつらがいっぱい連なって仲良くなっていったりするやん全員がそうではないけど特にコラボ配信とかしまがってるやつは大体そうだと思ってるだからまあそういう界隈があるんだろうな中身なくつながり界隈みたいなのがあるんかもしれないですね私は別にコラボしても自分の良さがあんまり出ないと思ってるからむしろなんかそいつにそのさちょっと忖度して話せんくなることの方が嫌やからさなんかコラボ嫌いとか、まあ、あんまりやらんしな慣れ合いそうなんよな 配信者同士のなれ合いまあおもろい時ももちろんあるし私ケンキさんとのなれ合いなれ合いというか <laughs> まあ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 ケンキさんとのそういうのとか好きなんやけどなんかそのコラボとかでなんか一緒にゲームしますとかは何がおもろいんかなって思ってまうなそれまあその両方の配信者が好きやったらもう何でもおもろく見えるんかもしれんけどさなんかおもろいってなってまう。 VTuber、まあ、見たことないけどどんな配信しようかもわからん。多分箱売りしそんだろう。でなんかもう6人とか5人とかで一緒に配信してなんかキャッキャワイワイみたいな女の子とか、まあ、男の子とかがさ映が来ないしよンが楽しいんかな <laughs> まあ知らんけどな。まあいいんちゃうそれはそれで。ゴキブリが出た時どうしてますか今日家に行ってたのにしとめられずしょんぼりしてます。あのね猫飼うといいよ。絶対ゴキブリしとめてくれる。なあ、モちゃん。今乗ってきたもーちゃんか。はいはいはい。 絶対ゴキブリ仕留めてくれるうちにでかいゴキが出たことが2回あるんやけどでも私無理やからあ無理と思って1階で出たからもう閉じ込めて2階で震えてたんやけど次の日恐る恐る降りてきたらちゃんと部屋の真ん中に猫が死体をポッて置いてくれとったで2回目出た時も同じだったとりあえず1日猫と閉じ込めて放置しとったら猫がやってくれてしかも分かりやすく部屋の真ん中にポッて死体を置いてくれとった まあ、誰がやったんかは知らんけど、まあ、みんなで手分けしてやったんじゃないうち4匹おるし。なんか狩りしたもんな。かわいいなそう、4、5匹。だから、猫を買った方がいい。なんか、そもそも猫飼ってると、ゴキ系はあんま来んらしいよ。なんか、匂いかなんかかな。そう猫飼ってらゴキマジおらんくなるから、そういうのも飼ったらいいと思う。そう、まあ、まあ、その、ほんまにご飯なかったら、しゃあなし虫食うときも猫はあるけどさ、まあ、基本食べへんよ。遊ぶだけ。遊んで殺すだけ。チュール入りました。 え、ちょ、2本目なんやけどい、じゃあ、いっか。じゃあ、今日2本目あげようかも、もうちゃん。じゃあ、ちょっとお、おえ、でも、今、ちょっと、お膝でな、ちょっとゆっくりしとんな、ゴロゴロしとんもんな。ちょっと、じゃあ、ここでおろか。かわいいな。えー、AGA は、おっぱいできるし、チン骨が縮む。女体化の犠牲を払うの、オッケーな、ガチハゲコンプ向け。ただ、でも、ちょっとくらい女体化した方が、大概の男は綺麗になる。 特にハゲハゲしてる男性ホルモン強い系の男はちょっとぐらい尿体化した方が綺麗になるから私は勧めてるね結構、まあ、体まあまあその尿体化まあまあ女体化っていうか女ホルがやっぱちょっと増えるからさでも肌とか綺麗になっていいやんヒゲとかも薄なるしでおっぱいがまあちょっと大きくなる人もおるらしい,いや尿体化したハゲ別にエロないやろ前立腺の楽しみなくなるやったらそれなんかまあお前とパニートくらいしか必要としてないと思うでだからそう油ンとかってなんかいいんじゃんと思って始めてみても臭いからな大体 ずっと続けてて体がまあ慣れてくるけどちなみにうちのお姉ちゃんがなんかマジで割とオーガニック系の女でさな化粧水とかそういうのも使わんしえー、なんだっけ髪の毛もなんかゆしゃんでみたいな人なんやけどやつは確かにまあ、別に綺麗しに合わんし肌とか超綺麗なんやなんえマジでなんかニベア以外使ったことないみたいなでも超肌綺麗マジではいもっちゃんはいー チュールだよー。はい、スーパーチュールタイムでございます。終わりました。よし、お、もう三時間くるから、今日ここら辺にしときます。じゃ、最後に、ちょっとう、運、うん、試し玉転がし、いっとく。 よかったみんな楽しめたんだったらよかったです。あとまあ私のオフパコのために3万貯めてるやつのそのポイントを吐き出させるっていうためにもえー、次配信1、えー、いつやるえいついついつとかはまあ別に決めんかな。適当です。一応まあツイッターでやるときにツイートぐらいはしますはい次の配信楽しみにしてるけどみん,なみんなやっぱ玉ろがしちょっと好きになってしまったねみんなでゲームできるんでちょっと楽しいよなまあそうだねまあ何かまた辛いことがあれば村に帰ってくるといいよみんな なんだかんだなみんな人間やけどさこの現代のちょっと冷ためな人間ではあるんやけどでもなんか逆にさネットで会った人とかにさすごい優しかったりするよな君たちって現実の女とかに厳しくてもさなんかネットで会った顔も知らないやつに優しかったりするよなというわけでみんな割と優しいからさしんどそうなやつには、まあ、幸せそうなやつにはきついけどなしんどいはいくらでも言いに来ていいよみんなさちょっと優越感に浸りながらすごいなんかこの優しくアドバイスをくれるからさ お互い意味みたいなもんよ。はい。え次回また来るので相談聞いてください。相談を聞いてほしいんだったら、玉ころわしで一時取らなあかんな。はい。というわけで、じゃあ、皆様、今日は寝ますか一時半や。え何木曜日やん。何平日に何してんのまた。早寝ろよ。ボケが。おやすみなさい。